ライプツヒメッセのロゴマーク、新しいライプツヒメッセの会場ライプツヒメッセは、ドイツザク選ン州のライプツヒで開催される最大級の見本市。世界最古の見本市でもあり、1190年から続いている。ライプツヒは、第二次世界大戦後社会主義国、東ドイツに属したが、社会主義政権下でも見本市は続けられてきた。15世紀以降のドイツや中央では、 ショートとしての経済的発展のもとで、メッセと呼ばれる大規模な定期誌が開かれた。神聖ローマ皇帝のマクシミリアン一世はメッセを保護し、これによってライプツヒは神聖ローマ帝国内初の帝国誌、ライプツヒメッセの町として経済的優位を確立する。当時のメッセは商品を直接売買する現物誌であった。 数世紀にわたる交易を通して諸国から最新の知識や技術などがもたらされ、ライプツヒの国際的な繁栄を支えた。ドイツにおいて、ライプツヒとフランクフルトがメッセの二大都市として知られ、16世紀からはライプツヒのメッセがフランクフルトを上回った。その原因としては、周辺地域での工業の発達、移民の受け入れ、内陸の通商路の重要性の高まり、 ザクセンにおける手工業の発展などが挙げられる。19世紀にはメッセという語は日本史も指すようになった。近代に入るとこれまでの現物史に代わり商品見本の展示を主とする世界初の見本史が1895年に当地で開催され、これによってライプツヒは日本史の街として世界的に知られるようになる。メッセという語は以降、 日本史を表すこととなった。埋戦時期や主体譜者のテディベアなどもライプツヒメッセを通して世界へと紹介された。中心街には世界で初めて建設された日本史開催施設である私立商館メイドラーパッサージュ街に代表される戦前の壮麗な日本史商館が残り、国際日本史都市の映画を物語る。1996年以降開催される。 市街北部に新設された現在の見本市会場は町の北東にある空港とジャンクションから離れておらずヨーロッパで最も近代的な見本市会場である。ありがとうございます。